くいきましょう。はい。じゃあ次からセクション変えて。セクション変わりますね。てかさ、はい。生着替え。よし。外はし。あ、そうか。あら。いや楽しいですね。ゴーちゃん話つないで。あ、じゃあ次からは、伝説の MT40 を使って。お、さすがその説明ですね。はい、この MT40 には説明できんすよ。よいしょと。さすがこれ往年の名機。往年の名機 MT40 がですね、実は今ここで動いておりますので、まあ MT40 を知らなくてもこのプリセットを聞けば絶対知ってるんじゃないかというね。これで作ったなっていう。聞きましょう、どうぞ。ディレイかかりすぎや。でちょっとごちゃん、これ持ってんの持って、これね両手でやらんといかんのだ。これ走らせるのにちょっと待ってください。はい、両手でこのベースラインを G でいきますね。ベースラインを押しながら、はい、これプリセットきました。いわゆるスレンテンリディムというやつですね。そうですね。はい、これが生で今走っております。はい。で、今からそれを使用しての。これじゃ押したいだけですよ。押したいだけ。最後。まだインカメにした方がいいかな。ね。だからインカメってこれ。インカメにしてなんかここら辺に置くとかの方が良くないですか？いいっすよ。じゃあそれでいきましょう。すみませんね、打ち合わせしながらね。いや。これでいきましょうか。はい、あ、ゴーちゃん寄って。ゴーちゃんに。はい。じゃあインカメで大丈夫でしょう。インカメでなんか全然映ってへんよ、ゴーちゃん。だいぶいきますね。うん。だからこの椅子が要はそうなると邪魔なんじゃない？こっち持ってきた。うん、多分。で、俺がこっちに行っちゃう。で、後ろに下がる。このそうだ。これで画角的には。これでいきましょうか。はい、じゃあ、それとなく始めますね。はい、これで始めます。じゃあ、メーフィルでいきましょうか。このメーフィルが入ってるので。はい、フィルから。フィルからいきます。終わらないから。